ヨアキム・ビョルクルンドは、スウェーデン・ウェクショー出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションは DF。エステル・スイフト・ SK ブランでサッカーをはじめ、イフック・ヨーテボリで3度のリーグタイトルを獲得した後、ビチェンツ・アカルチョや、レンジャーズ FC、バレンシア CEF に在籍した。2005年に、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC で現役を引退した。 スウェーデン代表として1992年にデビューし、2000年に代表引退。代表通算78試合に出場し、UEFA ユーロ92と UEFA ユーロ2000そして 1994FIFA ワールドカップに出場した。エステルスイフでプロデビューをし、1990年に加入した SK ブランでは、ノルウェーリーグを代表するセンターバックになった。 ブランでの活躍から1992年にアルスベンスカンの競合をック・ヨーテボリに移籍した。ヨーテボリではリーグ3連覇に貢献するとともに1994から95シーズンに出場した UEFA チャンピオンズリーグにおいてはマンチェスターユナイテッド FC と FC バルセロナそしてガラタサライ SK が同居するグループリーグで見事に通過したチームの原動力になった。 しかし、ベスト8で FC バイエルンミュンヘンに2戦、合計2の2、アウェー・ゴール差によって敗退した。このシーズン終了後、セリエ A のビチェンツカルチョへと移籍し、そのシーズン終了後には、レンジャーズ FC に移籍した。1998年6月20日、移籍金250万ポンドで、バレンシア CF に4年契約で移籍した。1シーズン目は、 リーグ戦24試合に出場して1ゴールを挙げた。しかし、3シーズン目に、ラファエル・ベニテス監督の構想を外れ、再びイタリアのベネツィア FC に加入した。2002年1月、プレミアリーグのサンダーランド AFC に移籍。2005年に、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC で現役を引退した。九百九十年代のスウェーデン代表を代表する選手であり、 パトリック・アンデションと CB コンビを組んで多くのメジャー大会に出場した。自身初のメジャー大会は UEFA ユーロ92であり UEFA ユーロ2000と 1994FIFA ワールドカップのスウェーデン代表にも選出された。1994年 W 杯ではブラジルとイタリアに次ぐ大会3位フィニッシュに貢献した。また、1992年に バルセロナで開催された1992年、バルセロナオリンピックにも出場している。しかし、1998年に移籍した、バレンシア CF での不調から代表に招集されなくなり、2002フィ f ファワールドカップ、ヨーロッパ予選のスウェーデン代表招集から漏れたことで、30歳にして代表からの引退を発表した。現役を引退後、主に北欧の選手をターゲットとする。 バレンシア CF のスカウトとして働き始めた。また、かなる放送のラリーが中継局でコメンテーターとしても働いている。2018年1月28日、ハンマルビーフのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。